ラッオンの正体数年前夫が自殺した死ぬ2年ほど前から心臓の難病に侵され仕事も辞め治療に専念していたがそのうち薬の副作用なのかがんにも侵されていることが判明した 精神も病んだ夫は死ぬことばかりを考えるようになり何度も何度も自殺を図りその度に警察救急車病院の世話になった警察の人にも奥さんこのままだと旦那さんはいつか本当に死にますよ そのことは覚悟しなければなりません。と言われた。そのうち、夫は一家心中を考えるようになり、家に火をつけようとしたり、夜中に包丁を研ぎ出したり、子供や私にも暴力を振るうようになった。私も、 恐怖で眠れない日が続いた家のローンも思いっきり残っていて私の少ない稼ぎと貯金の切り崩しだけではもう限界が来ていた双方の実家で話し合い夫は夫の妹のアパートから歩いて通える国立病院に入院し義母が 面倒を見ることになった。私は仕事の都合と子供の面倒を頼める自分の実家に引っ越し家は人に貸すことにした別居してしばらくしてから義母から「息子がいなくなった」と連絡が来た。 ひょっとすると、とは思ったが、義母の気持ちを考えると、大丈夫ですよ。無断で友達のところへでも行ったんじゃないですか。そのうち、ケロッとした顔で、帰ってきますよ。としか言えなかった。次の晩、子供がベッドの下に置いておいた、アルミのボトルが突然、 触ってもいないのに、ベコンベコンと音を立てた。全身、鳥肌が立った。ボトルは空で、何日も前から、そこに放置されていたものだった。多分、夫は死んだ、と思った。子供も人影を見て、 怖くて声も出せなかった翌日夫が死んでいるのが発見されたそれ以来子供が言うお母さんのベッドの足元にお父さんがいるよそうやたらラップ音がそのあたりからするんです